ゲイリー・ライトはアメリカ合衆国のミュージシャン。自身の歌った楽曲、夢折り人やハリー・ニルソンの楽曲、ウィザート・ユーのピアニストとしての参加などで知られる。元ビートルズのジョージ・ハリスンとは友人であった。ゲイリー・ライトはニュージャージー州クレスキルで生まれ育ち、7歳の時にはテレビ番組のショーに出演した。彼はテナフライ高等学校に入学した。 その後、ライトは心理学の勉強を続けるためヨーロッパへ渡った。1967年、彼はバンドスプーキートゥースにシンガー及びキーボーディストとして参加した。1970年にはライトはリバプールに拠点を置くフォークミュージックバンドアライバルの音楽プロデューサーを務めることとなり、同時にフォークロックバンドハウルザグッドのメンバーも務め、 同年のワイト島音楽祭ではこれら二つのバンドが共に出演することとなった。1971年11月23日、ライトはテレビ番組ディック・キャベット・ショーのエピソードでワンダーホイールというバンドが彼の作った曲ツーフェイス・ド・マンを演奏したことがきっかけで名前を紹介された。このバンドにはジョージ・ハリスンが好意でスライドギター演奏にて参加していた。 これは、ライトが、ハリスンのアルバム、オールシングスマスとパスでピアノ演奏を行っていたのが、縁となって実現したことであった。1974年のスプーキー・トゥース解散後、ライトはソロで音楽活動を続け、その活動は楽曲、夢織人で頂点に達した。この曲のシングルは1976年に、ビルボードホット100で3週連続2位を記録し、ゴールドディスクに認定された。 この曲はまた映画、ウェインズワールド及びそのサウンドトラック、映画、ラリー・フリントなどの作品にフィーチャーされている。1976年には続くシングル作品、ラブ・イズ・アライブもチャート2位を記録している。アルバム、夢折りビとドリーム・ウィーバーは大ヒット作品となったものの、その後の彼の作品は評論、売り上げのどちらにおいても人気を博すものではなかった。 ラジオ放送も手助けにならず、新たなヒットシングルも出なかったために、彼のキャリアはにわかに停滞することとなった。しかしながら、ライトはそれでも1970年代、1980年代、1990年代に、わたってアルバムの制作を続けていく。ライトが最後にポップチャートにおいて、顕著な成功を収めたのは、1981年に、 リアリー・ワナ・ノー・ユーがチャート第16位を記録した時であった。ライトの1981年のアルバム、ライト・プレイスに収録された楽曲、カミン・アパートは2004年にアーマンド・バン・ヘルデンが発表したクラブ音楽、マイ・マイ・マイにサンプリングされている。1991年に日本人、アーティスト TMN のシングル、ラブ・トレイン、We Love the Earth、アルバム、 エキスポのエンジニアとして参加。当時ニューヨークで最先端だったサウンドを日本に持ち込んだ。2008年、ライトはリンゴスターヒズオールスターバンドに参加してツアーを行った。同年11月には6曲収録のミニアルバム、ウェーティングツー、キャッチザライトをリリースしている。順位はビルボードホット100のもの。ありがとうございます。